今サイバーゼアのカスタマーサポートになって1ヶ月ちょっと経過してるんですけど、一番今までのやったカスタマーサポートの中でも楽しくて、なんでかっていうと、アメリカの人とかオーストラリアの人とかいろんな国の人が電話をかけてきて、その人たちと自分が電話をしてるっていうのがすごい、なんかめちゃくちゃドキドキするんですよね、そのシチュエーションを想像すると。お客さんはもちろん困ってる場合に電話かかってくるんですけど、それをわからない中でも対応して答えて一生懸命やると本当に感謝してくれて、何かトラブルが起こってクレームになってもおかしくないのに一生懸命対応すると日本の人以上に感謝してくれるんですよ。本当にありがとう、君のサポートのおかげで助かったよとか、なんか感情豊かなお客様が多くて嬉しいのと、例えばフランスのパリの、あの有名なホテルに泊まるお客様だったりとかで、フランスのパリに自分がホテルに電話しなきゃいけない時もあるんですよね。お客さんのことを確認するためにキャンセルしたいとか、ホテルに確認を電話をしてそれからキャンセルするみたいな感じのことがあったりするんですけど、私フランスのパリに今電話してるんだみたいな、すごいなんかワクワクしちゃって、そのもうパリのイメージが頭の中うわーって、フランスの人と喋ってるみたいな、しかも英語でみたいな、この仕事ねめっちゃ楽しいんだよね。なんかたまたまなのかもしれないけど、マレーシアのホテルに泊まるお客様が結構多くて、タイとかベトナムとかマレーシアのホテルに泊まろうとする日本人のお客様とかが電話してくるっていうこともあって、ようこそマレーシアへとか思うわけですよ。あ、マレーシアのこの辺ねみたいな、タイムズスクエアのこの辺のホテルに泊まるのねみたいな、自分が地理を分かってるホテルにね、なんか対応できるっていうか、あ、マレーシアの人と電話してるみたいな、それもまた嬉しくて、なんか日本語カスタマーサポートだともう日本だけの世界で全てが完結するから、日本人のお客様で例えば仙台に住んでるとか福岡に住んでる、関西に住んでるっていう方で、面白いことも確かにあったんですよ。福岡もうほんとなんか煽り運転多いんすよとか言って、デリバリーのバイクの人がめっちゃ煽られるからそれを問題に挙げてほしいみたいな、福岡めっちゃもう煽り運転多いんすよとか、そういうのはあったんですけど、あ、福岡ってそういう感じなんだ、知らなかったとかいう気づきはありました。確かに。でもなんかもう世界が広がって、オーストラリアとかアメリカとかいろんなお客さんが電話してくるから、すごいなんか感激してるんですよね。で、片言の英語ですけど、あ、もっと頑張ろうってやっぱり思えるし、これでもっとなんか スムーズに対応できるようになったら自分かっこいいみたいな。で、1回目の電話より2回目3回目の方がどんどん話が聞き取れるようになって、回答もできるようになって、その自分にも感動するみたいな、日々自分の成長を感じられる仕事なんですよ。これでお金30万円ぐらいもらえるんだったらもう最高じゃないですか。で、頑張ったら頑張った分だけインセンティブもあったりするし、まあそんな感じのサイバージャイアライフです。実は今日マレーシアに戻ってきてちょうど1年が経過しました。去年の6月4日にマレーシアに戻ってきたので、入社したのが6月5日なんですよね。ということで今日丸1年、入社1年経過しました。おめでとうございます。ナルトがめっちゃ見てる。なんかこの会社はもともと入りたかった会社で、この会社自体もともとコンテンツチェックが有名な会社で、カスタマーサポートってなかったんですよね。1000人ぐらいいたんですよ。結構もう大量募集してて、1000人以上のコンテンツチェックの人を探してたっていうか、求人が出てたんですけど、で、まあこれ余談なんですけど、こっちのコンテンツチェックは実は大きい会社で、まさに私が今動画を出してるそのね、なんちゃらっていうコンテンツをチェックするんですけど、ランチがついてたんですよ、無料のランチ。まあナイトシフトの時は夜食がついてたっていうか、一食ついてたんですね。
で同じ条件でだいたい車内移動ってできるんですよ。まあ会社によるんですけど、無料ランチがついてるとだいぶ1ヶ月の食費が浮くじゃないですか。ランチ代が浮くじゃないですか。安く見積もって10リンギのランチだったとしても1ヶ月にすると何百リンギットってするわけですよね。それを見越して、あ、やった、この部署に入れてラッキーって思ってたんだけど、まあ、渡航前日に別の部署になっちゃったもんだから、私もその前日の夜にバタバタしてる中電話が来て、ビザの書類をなんかコピーしたりとかで忙しかった時に電話が来ちゃったから、頭がそこまで働かなかったんですけど、交渉すればよかったなと思って、基本的には同じ給料で私の会社の場合社内移動するんですよね。でも家賃じゃない食費無料のランチ無料の手当が300リンギットでも毎月つけば給料も上がったわけじゃないですか。その後結構何回も HR に交渉したんですよ。というか、まあ大体の場合返事が来なくなっちゃうことが多くて、一度詳しくあなたの話聞きますよって言って、じゃあズームで一緒に話しましょうって言われたこともあったんですけど、プロジェクトがやっぱり違うと会社が違うので、まあ、クライアントさんが違うんですよね。こっちのクライアントさんはコンテンツチェック以外に普通になんかパソコンのカスタマーサポートもある大きな会社なんですよ。もう世界中の人が知ってる、名前を知ってる会社なんですね。まあ今縮小しちゃってるんですけど、で無料ランチがついていて、コンテンツチェック以外の社員さんも無料のランチがついてます。でこっちの会社はクライアントさんがまた別なんですよね。シンガポールが本社で、で無料ランチはついてないんですよ。だからそれをいくら私が交渉したところで無料ランチ自体はつけられない。じゃあプラスで300リンギットのもともともらえるはずだった無料ランチの代金が300リンギット給料に上乗せされるかっていう交渉もしたんだけど、頑張ったけど無理でした。今はまあカスタマーサポートに異動になったんですけど、私の会社がどんどんカスタマーサポートがこうやって増えていったのが、多分その 大きな大元であるそのコンテンツチェックがだいぶ縮小しちゃったからなんですよね。もともと1000人ぐらいいたんですけど、今は何十人とかになってしまっていて、部署がどんどん潰れていっていて、それこそ急にサイバージェアに異動になったりとか、私たちと今一緒にホテル あのアプリのカスタマーサポートをやってたりします。どういう状況が起きるかって、突然のことが起きることがあるので、自分の思っていた移動ではない人もいると思うし、でもサイバージェア生活が意外に楽しいなって思って、そこを楽しく変えられてる人も中にはいると思うし、まあ、人それぞれ感じ方はあると思うんですけど、まあ、コンテンツチェックが好きで働いていた人は本当はカスタマーサポートなんかやりたくないのに強制的に移動になっちゃってっていう方も中にはいらっしゃるとは思います。私みたいに本来みんなコンテンツチェックやりたがるというか、カスタマーサポートクレームがあるから嫌だって言ってコンテンツチェックやりたい人って多いと思うんですよ。でしかも9時6時の仕事で残業がなくて定時で上がれるっていうめちゃくちゃ美味しい仕事だったのに、それを辞めてまで社内移動するっていう珍しい人も、こういう人もいるんですけど、実は今ねランチタイムなんですよ。仕事のランチタイム、家に帰ってきて食べてるんですね。で昨日お好み焼き作って、まあなんかほとんど焼きそばになっちゃったんですけど、豚肉買ってきてお好み焼き粉が残ってて、でキャベツがないから代わりに白菜入れたんだけど、シャキシャキで意外に美味しかったっていうのと、あとマレーシアは頑張って探しても青のりがどうしても今のところ見つからない。業務スーパーとか行けば青のりあるかもしれないけど、ドンキホーテとか普通にジャヤとか正直屋には青のりは売ってなかった。だからお好み焼きはマヨネーズとソースはあるんだけど青のりはない状態で食べてます。全然話がぶっ飛んで関係ない話なんですけど、サイバージャヤの、まあ、有名なカスタマーサポートは、まあ、全部で一応3つある中で BPO の現地採用は2社あります。で目と鼻の先にあるので、もう結構友達がそのどっちの会社にもいたりして、昔一緒に働いてた友達が今一緒に頑張って英語カスタマーサポートをやってるみたいな、なんかすごい嬉しいハプニングもあったりするんですけど、前はみんなもう日本語しかもう絶対カスタマーサポートできないっていう状態だったけど、今はなんとか英語のカスタマーサポートで一緒に働いてるっていうのが嬉しかったりするんですが、もう一つの会社は実はマレーシア一稼げるんじゃないかっていうぐらいとてもいい条件の会社です。もともと会社が、まあ、インドの会社っていうのもあって、それが関係あるかわからないけど羽振りがいいんですよ。私たち
スの会社はまあまあ、 あの生命保険って入るんですけど、一番安いプランの生命保険だったりするし、経費請求とかもまあまあケチだったりするんですね。一方でそのもう一社の BPO の会社は、聞いていると、まあ、交通費ももともと給料に入ってるっていうのかな、お役人気と交通費がもらえたりとか、しょっちゅうなんかパーティーだったりして無料で食事が配られるとかあったり、聞いてると本当にね、羽振りが良かったりします。保険も全然私たちと違います。で、給料も全然違います。 2倍以上もらってますね。2倍以上もらってるんですよ。しかも日本語カスタマーサポートで、とりあえず普通に駐在員の方より給料はいいです。で、駐在員の方って確かに日本で別にお給料もらってたりしますよね。で、家族がそっちにいて、まあ、家族を養うお金としてそちらで別にお給料もらっていて、で、マレーシアで別でまたお給料もらってる。で、家賃とか車代、携帯代は無料って感じだと思うんですけど、サイバージェアって正直家賃って安かったら800リンギぐらいで住めるし、それ考えたら普通にあの駐在員の人より稼いでるんですよね。2万リンギと普通に稼いでます、現地採用の BPO で。で、この家賃の安さでしょ。2万リンギと稼いでて家賃が800リンギって、それを引いたとしても全然駐在員の人より給料高いので、本当に皆さん稼ぎたいんだったらマレーシアのサイバージャヤの日本語カスタマーサポートで働きましょう。だからサイバージャヤの現地採用を稼ぎたいんだったら、貯金をしたいんだったらめちゃくちゃおすすめです。ということで、1ヶ月経過したサイバージャヤの報告でした。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。